です。今までです。あ、それも自然の。なんか世界遺産になっとるようなの、なんか大きな岩がゴロ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 しとる町で、そこに行ってて、で登ってて、で、はいはいはい、まあ、そこがなんかすごい良かったもんで、そのまま名前つけたみたいな感じで。ああ、なるほどなるほど。そう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 。その岩に行くのがメインっていうか、ふらふら旅するのがメインやったんですけど、行った時に、あ、そういえばハンピって岩あったなって思い出して寄ったんですよね。はい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 、おお、なるほどなるほど。あ、で、そうそうそう。え、じゃあ今結構男性の方多いですけど、女性は1割ぐらいですかね。あ、そうなんですね。おられるんですけど少ないですよ。はい、2割。それはここかというか全体的に。全体的に少ないんじゃないですか。あ、そうなんですね。ここは結構男性大人が多いですね。あ、そうなんですね。20代から50代。はいはい、何かそれって理由がやっぱ力がいるようなっていうイメージが強いもんじゃないですかね。イメージが強い。イメージが。でも実際どうなんですか。実際はめっちゃやってる人みんなバキバキなんですけどとはいえみたいな、ね、逆にない人の方が上手くなるみたいなのありますけどね。ああ、そうなんですか。なんか結局あの腕力で登っちゃうと、はいはいはい、うまくならんもんでどっかで止まっちゃうみたいな、はいはい、これとかは、ね、今コース登ってるんですよ、はいはい、決まったコース登ってて、それに難しさがグレードがついてて、おどういった方がやり始めるんですかね。健康を意識するのか、その筋トレ的な。あ、スタートはみんなそれぞれ違うだろうけど。そうなんですか。男の人の体作り結構健康とかもあるのかな。でもやってると健康意識しますよね。あ、そうなんですね。体力なのか筋肉なのか、もう両方ですかね、こういうのって。全部ですね。柔軟性とか。柔軟性含めたら女性もやっぱり。いや、めちゃめちゃ大事ですね。あ、そうなんですね。いや、なんで僕はもう柔軟のためじゃないけど、ヨガもずっと並行してやってる。あ、そうなんですか。クライミングとはめちゃくちゃ相性がいい。あ、そうなんですね。めちゃくちゃいいですね。1時間いくらでなのか、月額いくらでとかで やってもらってるんですかね、お客さん。どっちもあります。月で来られる方と、その日トレード1日で来られる方と。あ、その日っていうのは 1日で1時間、1時間と1日みたいな。ああ、もうそこも分かれてるんですね。それで1時間おいくらぐらいで。1時間が男性だと、はい、大人男性1200円、1日やと1600円。はい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 。月額になると、月額は9000円です。9000円で、はい、なるほどなるほど。まあでも1日とかでね、わからないこともあると思うんで、1月ぐらいやってみたらいいのかわからないですね。明和町にあるハンピさん、イオン明和町からすぐ近くなので、一度クライミングを体験してみてはいかがでしょうか。